資産管理サービス信託銀行株式会社は、かつて存在した日本の信託銀行の一つである。2001年1月22日、みずほ信託銀行との合併前、朝日生命保険、第一生命保険、富国生命保険、安田生命保険の5社が出資して、設立、同年1月30日に営業を開始した。2016年10月20日に第一生命保険が、株式を譲渡し、かんぽ生命保険が資本参加した。マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、確定拠出年金の資産管理業務を行う。信託財産残高は141兆865億円。2018年10月1日、三井住友トラストホールディングス系列の日本トラスティサービス信託銀行と持ち株会社方式で統合し、JTC ホールディングスの子会社となった。2021年をめどに持ち株会社と傘下の両行は合併する方針であったが、早めて2020年に JTCHD とともに JTSB に吸収合併され解散し、JTSB は日本カストディ銀行に改称。ありがとうございます。